だいぶ寒くなってきましたけど、ね、どうぞインフルエンザなんかもね、流行っております、気をつけてほしいなというふうに思います。で、今日で1回学校終わりですね。この後、クリスマス、お正月、まあ、いろんなイベントがやってるというふうに思いますが、どうぞ皆さんね、事故とか、病気とか、怪我とか、気をつけて過ごしていただきたいというふうに思っています。いつも、長い休みの前に言ってることがありますね。もう皆さん、あ、さらに何を言うのかな、分かっていると思いますが、また言います。どうぞ、自分を大切にしてください。言いましたよ。自分を大切にしてください。ね、やるべきことを、やるべきところに行ってやる。これが自分を大切にするんですね。自分を大切にできない。やっちゃいけないところに行って、やっちゃいけない時間に、やってはいけないことをする。これが自分を大切にしない。ね、まあ、休みですからね。少しゆっくり寝たいなと。そういうこともあると思います。まあ、毎朝ね、5時ぐらいに起きてる人もたくさんいると思いますけど、まあ、その人たちがね、休みだから7時に起きよう。そういうのはいいと思うんですけど、11時、下手したら12時に起きたりする。そういう人がいないと分かりなんですね。それも、やはり自分を大切にできていないことになるのではないかなというふうに思います。どうぞ、自分を大切にしてください。自分の時間を大切にしてください。お願いします。6年生、まだ決まってない人いっぱいですね。ぜひ、この冬、もう一踏ん張り、もう二踏ん張り頑張ってください。決まっちゃってるけどね、どうぞ決まってない人応援してあげて、みんなでゴールを出してほしいというふうに願っています。もう一つ、お休みですからね、お正月もありますけど、どうぞね、お家のお手伝いをしてください。ね、多分皆さんは普段は、ね、学校があるからって言って、ご家族の方が、皆さんの食事を作ってくれたり、洗濯をしてくれたり、多分そうやって、ね、皆さんの身の回りを助けてくれているんだというふうに思います。せっかくのお休みで皆さん基盤があると、逆に皆さんがね、ご家族の皆さんに恩返しをしてもいいんじゃないかなというふうに思います。お掃除、洗濯、何でもね、ご料理とか何でもいいですけど、ぜひ、ね、ご家族のお手伝いをしてほしいなというふうに思います。最後、1年の計は簡単にある。よく言いますね。ぜひ、新しい目標を新しい年に作ってほしいというふうに思います。お願いします。終わります。姿勢を正してください。礼。